甲子園球場には大観衆が詰めかけています。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなります。バッターは4番大山。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。4番の仕事を見事に果たしてくれました。ホームベース上でもみくちゃです。タイガースがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。小宮山さん、やはりサヨナラ勝ちというのは通常の勝利よりも数倍興奮しますよね。まあそうですね、本当にサヨナラ勝ちぐらい痺れる試合ないですからね。いや、素晴らしいゲームでした。勝ったタイガース、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、お書きになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。お忘れ物のございませんようお席付近をもう一度お確かめの上お帰りください。